11月5日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。盛岡1レース。予想上位はアベルバローズ。目標タイムは1分 1.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。盛岡2レース。予想上位はロワーグソリュー。目標タイムは1分 1.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。盛岡3レース。予想上位は夜空の誓い。目標タイムは1分 15.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。盛岡4レース。予想上位は栄新春にで。目標タイムは1分 14.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。盛岡5レース。予想上位はボエーム。目標タイムは1分 15.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。盛岡6レース。予想上位は鶴丸ブルー。目標タイムは1分 28.7 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。盛岡7レース。予想上位は JL ジェティ。目標タイムは1分 40.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。盛岡8レース。予想上位は駒美翔。目標タイムは1分 40.3 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。盛岡9レース。予想上位は神の輝き。目標タイムは1分 40.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。盛岡10レース。予想上位はオスマン。目標タイムは1分 14.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。盛岡11レース。予想上位はアルティマボス。目標タイムは1分 14.0 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。盛岡12レース。予想上位はファルコンビーク。目標タイムは1分 27.0 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。大1レース。予想上位はグラスフェロー。目標タイムは1分 46.2 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。大2レース。予想上位はドビーフラッシュ。目標タイムは1分 16.2 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。大井3レース。予想上位はグランドタウギー。目標タイムは1分 55.8 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。大井4レース。予想上位はディルムッド。目標タイムは1分 32.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。大井5レース。予想上位はセントラルガバナー。目標タイムは1分 1.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。大井6レース。予想上位はゴールデンエール。目標タイムは1分 44.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。大井7レース。予想上位はグラフィア。目標タイムは1分 30.2 秒です。荒れる傾向が強いです。大井8レース。予想上位はハッピーストリート。目標タイムは1分 15.1 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。大井9レース。予想上位はハデスキーパー。目標タイムは1分 42.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。大井10レース。予想上位はコスモバシレウス。目標タイムは1分 43.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。大井11レース。予想上位はマスターオブライフ。目標タイムは1分 14.1 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。大井12レース。予想上位は北野ライアン。目標タイムは1分 15.0 秒です。G1
超荒れそうな予感がします。金沢1レース、予想上位はオーサムピクチャー、目標タイムは1分 30.6 秒です。硬いレースになりそうです。金沢2レース、予想上位はナックレインボー、目標タイムは1分 38.2 秒です。荒れにくいレースになりそうです。金沢3レース、予想上位はシェルターベルト、目標タイムは1分 31.4 秒です。荒れにくいレースになりそうです。金沢4レース、予想上位はスプランドゥール、目標タイムは1分 37.3 秒です。硬いレースになりそうです。金沢5レース、予想上位はレギウス、目標タイムは1分 30.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢6レース、予想上位はベストリターナー、目標タイムは1分 37.1 秒です。硬いレースになりそうです。金沢7レース、予想上位は春風、目標タイムは1分 30.8 秒です。荒れにくいレースになりそうです。金沢8レース、予想上位はトンボ、目標タイムは1分 37.1 秒です。硬いレースになりそうです。金沢9レース、予想上位はオールズフェア、目標タイムは1分 29.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢10レース、予想上位は夢叶うとき、目標タイムは1分 37.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢11レース、予想上位はクリスリターン、目標タイムは1分 30.6 秒です。荒れにくいレースになりそうです。金沢12レース、予想上位は白山パイオニア、目標タイムは1分 28.1 秒です。硬いレースになりそうです。園田1レース、予想上位はフェザースカイ、目標タイムは1分 34.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田2レース、予想上位はエリム、目標タイムは1分 33.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田3レース、予想上位はディグナ、目標タイムは1分 32.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田4レース、予想上位はマルゼンスキー2、目標タイムは1分 22.1 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。園田5レース、予想上位は新前8万、目標タイムは1分 33.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田6レース、予想上位はエコルカイザー、目標タイムは1分 31.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田7レース、予想上位はタンバグショー、目標タイムは1分 35.2 秒です。硬いレースになりそうです。園田8レース、予想上位はキーオブハート、目標タイムは0分 51.1 秒です。荒れる傾向が強いです。園田9レース、予想上位はユーベリア、目標タイムは1分 31.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田10レース、予想上位は素晴らしい日々、目標タイムは1分 31.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田11レース、予想上位はグッドハビッツ、目標タイムは1分 30.8 秒です。荒れにくいレースになりそうです。園田12レース、予想上位はフィオリーノ、目標タイムは0分 50.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。ここからは出走馬の中で馬娘に実装された馬たちの子孫や
ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。ディザー・ブラウン、スマイル・ジーニアス、デル・ビュードライブ、ロワーグ・ソリュー、マルジェラ、ユーのサライ、アイアン・レディ、ヤマニン・エキュレー、ボルドー・ティラミス、サン・エイ・コンドル、サン・エントジアスタ、チウラ・グランデ、ノブ、シャンブレー、ハピネス・ガッサン、ファルコン・ビーク、グラス・フェロー、マイキー・マックイン、ピック・ヤシチルーフ、ナック・グローリー、ナイト・オブ・ファイア、山のウォーリア、オメガ・オリーブ、シャーク・シャイニー、ポット・ワイルド、ゴールデン・エール、シューニカ、クール・アイ、ジョーヌ・ベール、ジェネラル・リッチ、ジュエル・アバンティ、エナジー・ロッソ、ジョンソン・テソーロ、ヤザン、フル・ゴリラ、ユーノ・ファウラー、姫神の女神、カノア・レディ、タルマ・ファイト、ファースト・フォルテ、アルフ・ワイラ、オンネア、逆転王、スワーク・ジョーダン、レジーナ・チェリー、インテト・オーソ、チュンプ、パルガン、名称・アダーラ、フレーズ・タルト、ブルー・アーカイブ、バケーション、スター・イン・ステルス、レディ・ディーバ、チェスター・コート、コルシカ・ブルー、ミスト・レディノ、ジュン・ヨー、コスモユニック、夢行為。ホーオーシーダー、ビロオイダダ、ノーフェイク、ネバーエバー、シビックシャルル、月結び、エールデスポワール、テンマワンヤ、ハイプリーステス、デスポジ、ユーベリア、ビナホイアン、トーセンスプリント、ミナノキング、ピノーク、ジャンヌの剣、ラグレボー、ミッテマンドルリ、サンライズ魂、ロンニングキー、グレスオブラブ、カリプソ、マイネルブデッド、ヤエのシャイン、コスモモカ、クラベルブランコ、2M プライド、アルティマボス、ユイの鼓動、風の谷のメロン、ピエドラ、高原解消、ビクラント、ノンドム、奇跡ニャン、セブン号、早船、コアベルト、ハースファイア、天道、ジューンシャトル、カエセイエルフィン、北野ライアン、シェルターベルト、サンアントニオ、デストリターナ、クツワファミリー、マイネルトワイス、シュペルブ、クリスリターン、スマートチルダー、コルタード、ミューアン姫、大長セブン、パリスデイジー、フレディアーノ、三年 A 組、サンドクルーザー、ノックトゥワイス、チマナ、モズクルードラゴン、ヒシアラカン、ガミラスソロモン、サウンドヒーロー、キーオブハート、アトムベローチェ、フィオリーノ、ビナカマウ、シラユリ、タナキーボー、アサクサマイヒメ、デストリオン、ベアーザベル、ピオニエレ、ネモフィラ、メトリカルセオリー、アルサトワ、ポンフ、ヤマタケメジャー、カズトシ君、サッチモ、角のゆとり、生き様、ヤマニンビロー、月に吠える、コミックガール、リュージュ、コンバットユラナス、チオノフォーエバ、サンホワイトクリフ、タカマキファイブ、ハローキャンディ、エコログラッツェ、ミヤコプレジール、サンエイキャノン、アマルインジャズ、大崎ワンダー、ビッグロジールーフ、ピシュマニエ、エスペルト、マムティキング、ツルマルベル、ゼネラルエメ、ユヌブリーズ、浜の狂犬、ヤマショークイーン、ハンガンの奇跡、ジュレイバー、
ドギーフラッシュ、ウェイトノーモア、かったらきません。MO ナイナー、ブッコワース、サボイア、ポンテドラーゴ、コスモバシレウス、大黒天、アナザークイーン、高水、マスターオブライフ、アウトビアンキ、スプランドゥール、ガラシュ、ジュンシリアス、ビッチブルース、ナムラロロ、モニーレ、シルバブール、ノーザンピーク、オーイダイヤ、イテザ、ノブノビスケッツ、ベレノ、ハクサンパイオニア、トラボルジェンテ、デザインコード、時のケリー、ホーギー、プロミット、マジェンカ、クリノニーナ、モデルちゃん、名称はカツキ、サンアバイン、ゼットシルビア、アグネスシュ、ピンクマルガリータ、素晴らしいヒビ、グロリアスアポーイ、帝王サファイア、ウェルカムキリシマ、トゥーナアンディ、レーヌデゼトワール、ビルスター、アイスケイブ、グイエルジュ、ディオファントス、ゴーゴーオンリー、サンラモン、カツノナノリ、マイラブホーセイ、ヨドのストーリー、サンファボル、エスクマ、レッドジャスパー、ダンディキング、カルビナー、カレンチャンキー、最器用の女、山水資産、アペーゴ、GH グールド、ピンフドラさん、オーシーンエンジェル、ネバシーンビフォー、グリグリグリジロー、ロデオスターメイト、エテルノアキーロ、ドリーミーガール、ツルマルブルー、カイキクラージュ、バストリカ、いきなりいいね、リコーモーラー、双葉サクセス、ティーズエナジー、クレイジースター、シルビーノ、クレールジャック、西野ラーナ、ゴーストバスター、レギウス、テキーラワルツ、MO 小町、夢叶うとき、ムーラーシャタン、ロッカバラード、グッドハビッツ、ピスハンド、オメガプランタン、ビューティフルベル、マルゼンスキー2、フェザースカイ、ターンバグショー、ルミリオン、スコア、ロッキータイタン、ビーコレール、ドレンチェリー、バイオレットローズ、グラフィア、ロデオスター、ズーシーノ、ケレンシア、マイネルシスネロス。盛岡第一レース各馬ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは2番アベルバローズが先頭に立ちます。2番手は1番リザーブラン、7番セイウンアテルカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番アベルバローズ。その後には1番リザーブランと7番セイウンアテルが続きます。2番アベルバローズそのまま逃げ切れるか、独走か。2番アベルバローズがゴールイン。続くは1番、7番、3番か。盛岡第2レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは3番生き様が好スタートを切った。後を追うのは8番ルクスリーメン、9番ロワーブソリューカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ルクスリーメン。その後には9番ロワーブソリューと3番生き様が続きます。9番ロワーブソリューが追い上げてくる、先頭か。9番ロワーブソリューがゴールイン。続くは1番、7番、8番か。盛岡第3レース、各馬、揃って。スタートを切りました。先頭を走るは12番コミックガール。その後ろには9番夜空の誓い、3番マルジェラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番夜空の誓い。その後には3番マルジェラと11番ネバシーンビフォーが続きます。9番夜空の誓いそのまま独走か。逃げ切れるか。9番夜空の誓いがゴールイン。続くは11番、3番、12番か。盛岡第4レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは11番ロンギングキ。並ぶように3番白百合、10番大五誉れ龍華。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番白百合。その後には2番エイシンハルニレと11番ロンギングキーが続きます。2番エイシンハルニレが追い上げてくる、追い抜くか。2番エイシンハルニレが1着見事。続くは4番、3番、10番か。盛岡第5レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。先頭を走るは8番ボエーム。その後ろには5番コンバットユラナス、10番マーメイドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ボエーム。その後には5番コンバットユラナスと3番カリプソが続きます。8番ボエームそのまま独走か。独走か。8番ボエームが1着見事。続くは9番、3番、10番か。盛岡第6レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。6番チオノフォーエバが前に行きます。2番手は7番鶴丸ブル、3番噂のデコピンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番鶴丸ブル、その後には6番チオノフォーエバと9番マルケイキララが続きます。7番鶴丸ブル、そのまま独走か、逃げ切れるか。7番鶴丸ブルーが1着見事。続くは9番、8番、2番か。盛岡第7レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは5番コスモモカが先頭に立ちます。その後ろには10番ジェイエルジェティ、3番大勢メガロスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ジェイエルジェティ、その後には5番コスモモカと3番大勢メガロスが続きます。10番ジェイエルジェティそのまま逃げ切れるか、独走か。10番ジェイエルジェティが1着見事。続くは4番、3番、6番か。盛岡第8レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは2番エコログラッツェが好スタートを切った。2番エコログラッツェの背後には10番ドリームキャッチ、5番ロッキータイタンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ロッキータイタン。その後には10番ドリームキャッチと7番シゲルヒカルダイヤが続きます。11番コマビショーが先頭に立つか、追い抜くか。11番コマビショーが1着見事。続くは6番。盛岡第9レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは1番エルフィンドールが先頭に立ちます。後を追うのは7番神の輝き、9番セイシークエンスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番エルフィンドール。その後には7番神の輝きと3番サンエイブレイブが続きます。7番神の輝きが後ろから追ってくる、追い抜くか。7番神の輝きがゴールイン。続くは1番、11番、2番。盛岡第10レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。まずは8番 2M プライドが好スタートを切った。2番手は2番王先ワンダ、11番ピカパンドーラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番 2M プライド。その後には3番オスマンと5番セントクリーガーが続きます。6番ミューセイ君が後ろから追ってくる、追い抜くか。6番ミューセイ君が1着見事。続くは9番、5番、3番か。盛岡第11レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。7番レーヌデゼトワールが前に行きます。2番手は3番ピシュマニエ、11番リリ・コレールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番レーヌデゼトワール。その後には10番マルティマボスと3番ピシュマニエが続きます。8番ハピネスガッサンが追い上げてくる、先頭か。8番ハピネスガッサンがゴールイン。続くは1番、10番、7番か。盛岡第12レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。先頭を走るは10番鈴鹿パンサー。10番鈴鹿パンサーの背後には8番エスクマ、6番ラッピングカラーズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番エスクマ、その後には3番ファルコンビークと9番ライトフィールダーが続きます。3番ファルコンビークが先頭に立つか、追い抜くか。3番ファルコンビークがゴールイン。続くは2番、5番、4番か。大井第1レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは8番ユヌブリーズ。8番ユヌブリーズの背後には3番ダンシングエリカ、11番浅草舞姫か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番グラスフェロ、その後には3番ダンシングエリカと8番ユヌブリーズが続きます。10番グラスフェローそのまま逃げ切れるか、独走か。10番グラスフェローがゴールイン。続くは8番、4番、3番。大井第2レース、
ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは13番ドビーフラッシュが先頭に立ちます。後を追うのは4番浜の狂犬、10番風の谷のメロンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番浜の狂犬。その後には13番ドビーフラッシュと1番私派最強が続きます。3番ポアゾンの R が後ろから追ってくる。先頭か。3番ポアゾンの R がゴールイン。続くは13番、1番。大井第3レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは8番ナックグローリーが好スタートを切った。8番ナックグローリーの背後には6番鶴丸月光、7番ラインバルトホルンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ナックグローリー。その後には6番鶴丸月光と3番インティコンが続きます。7番ラインバルトホルンが後ろから追ってくる。追い抜くか。7番ラインバルトホルンがゴールイン。続くは3。大井第4レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは6番ディルムットが先頭に立ちます。その後ろには7番勝ったら来ません。5番ナイトオブファイアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ディルムット。その後には5番ナイトオブファイアと1番マオのジーニーが続きます。6番ディルムットそのまま独走か。6番ディルムットが1着見事。続くは5番、1番、3番か。大井第5レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。10番セントラルガバナーが前に行きます。2番手は7番ティーズエナジー、5番フォルツァか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番セントラルガバナー。その後には7番ティーズエナジーと5番フォルツァが続きます。4番ビクラントが先頭に立つか、先頭か。4番ビクラントが1着見事。続くは2番、10番、8番か。大井第6レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。9番ゴールデンエールが前に行きます。2番手は5番ポットワイルド、3番セブンゴーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ゴールデンエール。その後には3番セブンゴーと5番ポットワイルドが続きます。9番ゴールデンエールそのまま独走か、逃げ切れるか。9番ゴールデンエールがゴールイン。続くは3番、12番、7番か。大井第7レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。11番ハースファイアが前に行きます。2番手は1番グラフィア、10番クールアイか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ハースファイア。その後には1番グラフィアと10番クールアイが続きます。7番ビューティフルベルが先頭に立つか、追い抜くか。7番ビューティフルベルが1着見事。続くは12番、10番、5番か。大井第8レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは14番フロリダフォンテンが先頭に立ちます。その後ろには2番ゼネラルリッチ、7番アネラカイカマヒネか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ファストフライト。その後には14番フロリダフォンテンと2番ゼネラルリッチが続きます。5番ハッピーストリートが追い上げてくる。先頭か。5番ハッピーストリートが1着見事。続くは9番、10番。大井第9レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。3番カレンチャンキーが前に行きます。並ぶように4番アメリカンシード、1番エナジーローストか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番カレンチャンキ。その後には7番ハデスキーパーと5番カツノナノリが続きます。7番ハデスキーパーが追い上げてくる。追い抜くか。7番ハデスキーパーがゴールイン。続くは6番、5番、2番か。大井第10レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは8番コスモバシレスが好スタートを切った。並ぶように1番ファサード、9番高原マースか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番コスモバシレス。その後には1番ファサードと9番高原マースが続きます。8番コスモバシレスそのまま独走か、逃げ切れるか。8番コスモバシレスが1着見事。続くは4番、2番、7番か。大井第11レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは16番マスターオブライフが好スタートを切った。16番マスターオブライフの背後には11番天童、6番プレストステラか。レース後半に入ります。
最初に第4コーナー回ったのは16番マスターオブライフ、その後には11番天道と6番プレストステラが続きます。16番マスターオブライフそのまま逃げ切れるか、独走か。16番マスターオブライフがゴール。大井第12レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは4番タルマファイトが先頭に立ちます。4番タルマファイトの背後には8番サンスイシさん、13番北のライアンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番タルマファイト。その後には8番サンスイシさんと13番北のライアンが続きます。6番ジューンシャトルが後ろから追ってくる。追い抜くか。6番ジューンシャトルがゴールイン。続くは13番。金沢第1レース、枠入り完了しました。スタッドが切られました。先頭を走るは5番オンネア。5番オンネアの背後には4番ニュークロア、2番オーサムピクチャか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番オンネア。その後には2番オーサムピクチャと4番ニュークロアが続きます。2番オーサムピクチャが先頭に立つか、追い抜くか。2番オーサムピクチャが1着見事。続くは5番、6番、4番か。金沢第2レース、各馬、揃って。スタートを切りました。7番ガーデンオブエデンが前に行きます。その後ろには6番シュプール、4番オーバーソウルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ガーデンオブエデン。その後には5番ナックレインボーと1番サーストンユタが続きます。5番ナックレインボーが追い上げてくる。先頭か。5番ナックレインボーがゴールイン。続くは7番、8番、1番か。金沢第3レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。4番マイラブホーセイが早速先頭を取る。4番マイラブホーセイの背後には3番ランニングクラウド、5番シェルターベルトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番マイラブホーセイ。その後には5番シェルターベルトと3番ランニングクラウドが続きます。5番シェルターベルトが追い上げてくる。先頭か。5番シェルターベルトがゴールイン。続くは2番、1番、7番か。金沢第4レース、各馬、揃って。スタートが切られました。3番スプランドゥールが早速先頭を取る。並ぶように4番レジーナチェリ、5番サンヨーアカヘルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番スプランドゥール。その後には4番レジーナチェリと6番ロングレジリエントが続きます。3番スプランドゥールそのまま逃げ切れるか。独走か。3番スプランドゥールが1着見事。続くは4番、6番、8番か。金沢第5レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは8番テキーラワルツが先頭に立ちます。並ぶように1番サノノリッチ、7番クリスタルゴールドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番テキーラワルツ。その後には1番サノノリッチと7番クリスタルゴールドが続きます。1番サノノリッチが追い上げてくる。先頭か。1番サノノリッチが1着見事。続くは8番、5番、3番か。金沢第6レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。4番ベストリターナーが前に行きます。2番手は6番ガンジャクイーン、7番インペトゥオーソか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ベストリターナー。その後には6番ガンジャクイーンと5番ジュンシリアスが続きます。4番ベストリターナーそのまま逃げ切れるか。独走か。4番ベストリターナーがゴールイン。続くは5番、6番、1番か。金沢第7レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。先頭を走るは6番ビューティーハニー。その後ろには8番シュンプ、3番レイは元旦か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ビューティーハニー。その後には8番シュンプーと3番レイは元旦が続きます。8番シュンプーが後ろから追ってくる、追い抜くか。8番シュンプーが1着見事。続くは6番、1番、5番か。金沢第8レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは7番シルバブールが好スタートを切った。後を追うのは8番トンボ、3番神のマジックか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番トンボ、その後には7番シルバブールと3番神のマジックが続きます。8番トンボそのまま逃げ切れるか、独走か。8番トンボがゴールイン。続くは3番、4番、2番か。金沢第9レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。
先頭を走るは2番オールズフェア。2番手は9番川上アンフィニ、7番フレーズタルトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番オールズフェア。その後には7番フレーズタルトと6番アシュラムが続きます。2番オールズフェアそのまま逃げ切れるか。独走か。2番オールズフェアが1着見事。続くは6番、8番、5番か。金沢第10レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。先頭を走るは8番イテザ。8番イテザの背後には9番エイシンシルエット、6番夢叶うときか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番イテザ。その後には6番夢叶うときと1番マジカルモーションが続きます。6番夢叶うときが先頭に立つか、追い抜くか。6番夢叶うときがゴールイン。続くは1番、4番、8。金沢第11レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは3番クリスリターンが先頭に立ちます。3番クリスリターンの背後には4番ベル、ドシキシマ、1番シュペルブか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番クリスリターン。その後には4番ベル、ドシキシマと2番ブルーアカイブが続きます。3番クリスリターンそのまま逃げ切れるか、独走か。3番クリスリターンがゴールイン。続くは4番。金沢第12レース、各馬、揃って。スタートを切りました。まずは5番白山パイオニアが先頭に立ちます。その後ろには7番お主何者、4番マイネルシスネロスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番白山パイオニア、その後には7番お主何者と4番マイネルシスネロスが続きます。5番白山パイオニアそのまま独走か、逃げ切れるか。5番白山パイオニアが1着見事。続くは7番、1番。園田第1レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは1番フェザースカイが好スタートを切った。1番フェザースカイの背後には6番コルタード、7番レディーディーバカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番フェザースカイ、その後には6番コルタードと7番レディーディーバが続きます。1番フェザースカイそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。1番フェザースカイがゴールイン。続くは6番、7番、2番か。園田第2レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは8番エリムが先頭に立ちます。2番手は1番エイシンキマイラ、6番クロスアバンセか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番エリム。その後には4番パリステージーと6番クロスアバンセが続きます。8番エリムそのまま独走か、独走か。8番エリムが1着見事。続くは6番、4番、2番か。園田第3レース、各馬、揃って。スタートを切りました。2番リグナが前に行きます。2番手は5番ハワイアンパレス、7番コルシカブルーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番リグナ、その後には7番コルシカブルーと5番ハワイアンパレスが続きます。2番リグナそのまま逃げ切れるか、独走か。2番リグナがゴールイン。続くは6番、4番、1番か。園田第4レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。8番巡洋が早速先頭を取る。2番手は9番マルゼンスキーツ、5番エイシンノクターンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番マルゼンスキーツ、その後には8番巡洋と5番エイシンノクターンが続きます。9番マルゼンスキー2そのまま独走か、独走か。9番マルゼンスキー2がゴールイン。続くは5番、4番、3番。園田第5レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。9番新前8万が前に行きます。その後ろには10番鳳凰シーダ、2番マリのマジカルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番新前8万。その後には2番マリのマジカルと3番モズクルードラゴンが続きます。2番マリのマジカルが追い上げてくる。先頭か。2番マリのマジカルが1着見事。続くは9番、3番、7番か。園田第6レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは7番エコロカイザーが好スタートを切った。7番エコロカイザーの背後には6番ベルファスト、8番ネバーエバーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番エコロカイザー、その後には6番ベルファストと8番ネバーエバーが続きます。6番ベルファストが先頭に立つか、追い抜くか。
6番ベルファストが1着見事。続くは7番、8番、2番か。園田第7レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。5番ネバーセイグッバイが前に行きます。あとを追うのは4番エルデスポアール、6番シャナオーカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番タンバブショー。その後には3番アマノハバキリと4番エルデスポアールが続きます。1番タンバブショーそのまま逃げ切れるか。独走か。1番タンバブショーがゴールイン。続くは3番、2番、6番か。園田第8レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは5番クリノニーナが好スタートを切った。5番クリノニーナの背後には12番キーオブハート、3番丸の水木か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番クリノニーナ、その後には12番キーオブハートと8番モデルちゃんが続きます。5番クリノニーナそのまま独走か、逃げ切れるか。5番クリノニーナが1着見事。続くは8番、12番、6番。園田第9レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは4番スコアが先頭に立ちます。その後ろには9番エイシンジェット、5番ユーベリアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番スコア、その後には5番ユーベリアと9番エイシンジェットが続きます。4番スコアそのまま独走か、逃げ切れるか。4番スコアが1着見事。続くは5番、9番、6番か。園田第10レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。5番一心が前に行きます。その後ろには6番ときめきナイト、7番アグネス周華。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ときめきナイト、その後には7番アグネス周と11番素晴らしい日々が続きます。2番ストリートジャガーが先頭に立つか、先頭か。2番ストリートジャガーが1着見事。続くは11番、1番、10番か。園田第11レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは5番グッドハビッツが先頭に立ちます。2番手は7番オズモポリタン、8番キスハンドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番グッドハビッツ、その後には3番グロリアスアポイと7番オズモポリタンが続きます。5番グッドハビッツそのまま逃げ切れるか、独走か。5番グッドハビッツが1着見事。続くは2番、3番、1番か。園田第12レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは8番フィオリーノが先頭に立ちます。8番フィオリーノの背後には6番テールオーサファイア、11番シューンカイゼリンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番フィオリーノ、その後には11番シューンカイゼリンと6番テールオーサファイアが続きます。8番フィオリーノそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。8番フィオリーノがゴールイン。続くは、続くは、続くは。